is the time.中に入ろう。入り口があるはず。あの歯車で開けよう。それじゃ歯車を固定っと。なんだか肩透かし。何か隠してない？足跡だ。ここで消えてる。なるほど。デカデカとヤバそうなボタン、当然押すよね。わっ、ネットワークデータ引っこ抜いた。間違いなくここからラフトにウェブ電話してる。ネットワークを遮断してPC を壊せば命令を下せなくなるよね。それそれ。ハーレム乗っ取り計画が作られた怪しい地下基地か。盛り上がってきた。ハイブリッド攻撃できる？じゃあこれ入力して VANESSA。 バネッサ？持ち主が予想通りの人物なら。何なの？貴様は誰だ？やっべ、フィスク。コスチュームを着てスパイダーマンごっこをした小僧か。接続はいつでも切れるから奴に話し続けて。フィスク、ハーレムで悪事はさせない。ここは僕の町だ。僕の町だと？感動的だな小僧。俺様に歯向かえば貴様の守りたい者どもが苦しむことになるぞ。どういうことだろう。わかんない。でも調べなきゃな。フィスクスタイルって感じ。自分さえ勝てば周りなんて気にしない。
フィースト北支部にケイレブのお店に配電所どこもかしこも狙われてる。お金に土地に支配力、フィスクは欲張りだな。うわ、いいズームレンズ買っちゃって。フィスクは僕を狙ってた。だからピートはマスクを外すなって言ってたのか。これは僕がもらってくよ。とりあえず公園に戻ってヘリーに倒したって伝えておこう。マイルズ、ヘイリーからだ。フィスクの手下が CJ ウォーカーパークで暴れてる。倒したはずだろ。近所に残党がいるらしいんだ。急がないと。パーティー参加者が狙われてる。今行くってヘイリーに伝えて。見るよ。
知らないの？ハーレムにはスパイダーマンがいるんだよ。気にしないで。スパイダーマンが阻止しなければ何十人の市民が犠牲になったのでしょう。ニューヨーク2人目のスパイダーマンです。僕の地元だし。この襲撃はあのニルソン・ディスクのエールフェンジングの証言なんです。どうかな。じゃあね。また会えるといいな。現場からは以上です。僕らの活躍でディスクはハーレムから撤退。僕らじゃなくてお前でろなんて言わないでよ。分かったって。俺らの手柄。ハーレムの親愛なる隣人スパイダーマンになった気分は？正直言ってすっごくいい。いや、言い忘れてた。ダニカハートから連絡あってさ、番組に出ろって言われたんだ。それ最高。緊張する？緊張？まさかっていうか、やべ、何着よう。服気にしてどうすんの。ポッドキャストだよ。スウェット履いてんのが音でバレたらどうすんだよ。ウェブカマリになったら。マジやべえ、用意しなきゃ。えじゃな。ハーレムはブルックリンとは違うけど、このフィーリング悪くないね。怖かったです。うるみそう。スパイダーマンが通るよ。 OK。 シアターにニューフォームを隠したか調べよう。Thank you.